はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで今日はちょっとネットで見てたんですけど、かくたこ、卵焼き器でたこ焼きを作るという、こう四角いかくたこっていうのが今流行ってるみたいなんで、今日はかっちゃん流かくたこを作ってみたいと思います。はい、じゃあ今日使う材料はこんな感じになってます。はい、じゃあ今日はかくたこを作っていきたいと思います。はい、じゃあ材料は使いやすいように準備しておきました。はい、では早速作っていきましょう。中火で熱した卵焼き器に油を引き、生地を流していきます。生地を流し込んだら青ネギ、天かす、天かす、キャベツなどお好みの具材を入れていきます。タコはこのように手前半分に入れるようにしておきます。約1分半焼き、生地の周りが固まってきたらフライ返しで奥から手前へ半分へ折り返します。じゃあここ勝負どこですよ。うっつっつっつっ、おらおらおら、ちゃ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 ー。約1分焼いてもう一度ひっくり返します。さらに約2分焼きながら卵焼き器の角やフライ返しを使って形を整えていきます。はい、じゃあここから揚げたこってあるじゃないですか。ここにかっちゃんはおいりー油を入れて揚げたこっぽくしてみようかなと思います。うわー、ちょっといい感じにね焼けたんで、こいつはお皿にパッチョー、まず1枚完成です。ちょっと2枚目はアレンジして作ってみようかなと思います。キムチ、ちょっと余ってた餅、キムチと餅でキムモッチ。こんな感じでキムチと餅を入れてみました。よし、チョップ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 。じゃあこのように今焼けたら、こんな感じで一口サイズにカットして、たこ焼きソース、うーい、マヨネーズ、マヨビーム、青のり、うーい、こちらでかくたこの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。なんすか、アレンくんなんすか。具だくさんでございます。じゃあちょっと1個食べてみます。うん、とろうま。うん、本当準備もすごい簡単で20分くらいしか作るのにかかってないんですけど、すごい本当たこ焼きっぽくて美味しいです。じゃあこのキムモチーズの方もいってみましょう。ちゃんとここ中にね餅が入ってます。うん、予想以上に伸びなかった。うん、キムモチーズ美味しいです。これね、仕上げに油をちょっと多めに引いて揚げる感じにするとちょっとカロリー高くなるけど美味しいと思います。光り輝くホワイティーライスにかくたこを乗せる炭水化物パラダイス。うん、いや粉もんですけどね、ご飯が進みます。うん、じゃあねちょっとこの残りはおかんと食べようと思うんですけど、たこ焼き器を使わなくてもすごい簡単で、けどね中もすごいトロトロで具沢山で美味しいかくたこでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はネットで話題のかくたこを作ってみた動画でした。なんかねたこ焼き器を使わなくてもすごいほんと簡単で、かつたこ焼きの味が味わえる美味しいレシピでした。なんかねネットで結構流行ってるみたいなんで、気になる人はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いしまーす。シャバダバイかくたこ。これでも若干お好み焼きとの差がよくわかりません。